建築カフェ。はい、始まりました建築カフェ。私はパーソナリティ建築デザイナーの藤村正嗣です。はい、そしてアシスタントの竹村真理です。この番組は毎週月曜日5時30分から生放送でお送りしております。そうですよね。本日はあの、はい、3月11日ですが、はい、昨日は3月10日藤二の誕生日です、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。54歳になりました。まあ正直、はい、正直です。まあ男ですからね、はい、もう50過ぎたらね1年が早い早い。そうですね、私も何にもごまかさないですけど、ね、ね、本当ね、もう53でも4でも5でも一緒じゃうかみたいなね、はい、ノリで、まあまあ、 あの誕生日を迎えましたですね、はい、で、まあ、あのマリちゃんとあの3月6日の日のね、はい、オフチョスプリングパーティーで一緒やって、はい、で米さんの誕生日なんですけども、はい、僕も、ね、花束をいただきましてね、はい、で皆さんからお祝いのメッセージいただいて、はい、で、まあ、もう6日から誕生日気分でいたんですけどね。で昨日はね、あれがすごかった、あのフェイスブックが、フェイスブックで何いただいたやろ、もう本当に数えきれへんぐらいの人から、はい、あのお祝いのメッセージをいただきましてね。で、はい、あのまあ、嬉しかったのはね、はい、実はまあ僕息子と娘といるんですけど、はい、家帰りますとね、はい、まあ、仕事してたんですけどね、まあ、7時ぐらい帰ったかな、はい、なら娘がね、誕生日プレゼントくれたんですよ、はいはい、チョコレートみたいな、あ、チョコレート好きですね。そうそう、チョコレートにこう、はい、なんかメッセージ書いてくれた、はい、あ、嬉しいなと、はい、な、息子がね神戸から帰ってきてくれたんです、はい、で、まあ、帰ってきて待っててね、帰ってくれたらそのやっぱりなんか買ってきてくれたんですよ、はい、うん、で、あ、そんなもうね、お金もないのにありがとうみたいな、はい、で家族でなんかすっき焼きしてね、はい、なんかおごそかですけどね、まあまあ、ほんわかした感じですけど、はい、まあ、すごい僕的には嬉しかったですね。いいの誕生日やった。あ、そうなんですよ、ね、うん、もうすごい自分的にはもう最高な日を迎えさせていただいたなと思って、はい、まあ、まだ54ってね、年ですけど、まあ、デザイナーとしたらまだまだこれからやと思ってるんで、すごい、そうそう、イタリア人から言ったらまだ若いんで、まあ、頑張りたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。はい、はい、この番組は伊賀那須田建築、亀岡那須田建設の協力でお送りしております。私たちが作りたいのは建築物ではなく住まいという場です。年月を経て住む人に馴染んでくる、そんな住まいを提案します。伝統の匠の技と本物の素材にこだわった注文住宅を建築するなら浅田建築にお任せください。詳しくはインターネットで浅田建築と検索してください。建築ぶっちゃけトーク。はい、このコーナーは毎週ゲストまで来て建築の裏表、建築何でもぶっちゃけ話のコーナーです。はい、本日のゲストさんご紹介いたします。はいはい、建築家の橋口慎一郎さんにお越しいただいております。はい、橋口さん、こんにちは。どうもこんにちは、橋口と申します。はい、こんにちは、よろしくお願いします。橋口慎一郎さん、はい、橋口さんとはですね、はい、この前アルフレックスというね、ソファーメーカーで、はい、お会いしたんです。初めてイベントがありましたね、うん、はい、うん、でその後何や知らんけどたこ焼き食べに行って一緒に食べに行かせていただいてもう用てきて僕もね、はい、でちょっとアルフレックスの人呼ぼうよとか言って、はい、電話で呼んで、はい、でなんかわーっとちょっと宴会みたいにしてたんですよね、はい、その時のノリで今日させていただいてまあまあそんなことはないんだけど、はい、で橋口さんいろいろねこうご案内いただいたものを見てみるとね、はい、もうすごい受賞歴が多くてですね、はい、もう名だたる賞色っぱいもうてはりますね。まあ、すごいな、ね、いや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 、なんかね、すごいですよね。なんかちょっと簡単に紹介してもらえたら何賞が嬉しかったですかね、これ。いっぱいありますけど。そうです、まあ、JCD もそうですけど、まあ、グッドデザインも、ね、グッドデザイン賞もあるしね、嬉しかったですよ、うんうん、まあ、でもそれもみんな僕の力だけじゃなくて、やっぱり皆さんのご協力があってというか、縁があっていただいたものばっかりですので、ね、はい、まあ、どれも嬉しいですけれどもね。そうですよね、まあ、素晴らしい、はい、でその中でもねやっぱりこの前、はい、ちらっと聞いてると、
やっぱ建築家でさらにショップができるということで ね、 そうですね、その建築とインテリアが両方分かってるところが強みやというふうに聞いてるんですよね。そうです ね、 やっぱりあの建築だけに固まっててもいけないですし、はい、インテリアだけに固まっててもいけないかなっていうので、はい、まあ、ちょっと分かりやすいここにちょっと資料があるんですけど、はい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 、ちょっと見せましょうか。ちょっとね、ユーストリームの方だけでちょっとですね、これ梅田の大丸の、はい、15階にあるんですけれども、はい、梅田大丸15階、はいはい、これがもともと百貨店の電気室やったんですね、はいはい、それをテナント貸ししようというのでコンペが開かれて、はいはい、でまあ部屋としてはその天井高が2200しか2メーター20センチしか取れない、はい、2メーター20っていうのは低いんですよ、むちゃくちゃ低いんですよ、はいはいはい、でそれをまあ逆手に取った形で空間を作ることによって、うん、まあ、うまいことであの空間が取れたというか安全ができたというので、2メーター20は近いですね、低いです、そうですね、うんうん、はい、であとまあ1センチでも2センチでもこう 天井高が取れるように、はい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 、あのビル側の設計の方とも打ち合わせをして、やっぱり1センチ、はい、2センチ違うだけで空間でガラッと変わってしまうので、はい、そうですね、そういったところまでできたらまあ、一つの成功例かなと思いますね。あとそれからもう一つ、はい、あのその同じ、大丸百貨店の16階に、はい、16階鶴っていううどん屋さんがあるんですけどね、はい、ちょっと見にくいかもしれませんけど、はいはい、このファサードが本当は3分の2ぐらいしか実はできなかったんです、あの、はいはい、あの建築の設計のままでいっちゃうとね、はいはいはい、でも、うんうん、その切り取られてるところがこれもまた機械室だったんですね、はいはい、でその機械室の10センチの奥行きで3メーターの幅取っても、はい、機械室としては全くこう機能としても影響ないと、でこの10センチの3メーターくださいって言ったら心よくくださって、はい、お客さんも喜びるも喜ぶという、はい、大きなファサードができたという、はい、これもやっぱりこうインテリアだけやってたら分からなかったことかもしれませんし、うん、なんかそういうことをこれからもねやっていけたらなと思いますけどね。ファサードっていうのはあの表から見たところっていうのをファサードっていうふうに言います、はいはい、で今おっしゃってたのはそのなんていうんですか、機械室の壁になっちゃうところを10センチだけもらうことで、はいはい、お店のデザインがずっとね3メートル引きずれるんで間口がでかくなる、そう顔が、ね、私勝手に奥行きが広なったんや、間口が広くなるんですよ、だから機械室の壁が見えててもしょうがないですね。そうなんです、それでも全然こう磨かりが違ってくるんで、うん、はい、そういう工夫がね、だからいろいろこう、はい、まあ、建築でインテリアしてることで、はい、アイデアが出せるということなんですね。そういうことかもしれませんね、うん、ただそれがもう一つ強みということで、はい、見てたら面白い作品ばっかり、ありがとうございます、うん、ね、なんかこれも面白いね、これすごい先が気になる、ね、ダンボールとベニヤで作ったお茶室で、うん、はい、ダンボールとベニヤ、いや、写真見たら分からないんですよ、ね、分からないですね、もともとその僕が今教えてるスペースデザインカレッジっていう専門学校の学生たちと一緒にワークショップで作ったものなんですけども、はい、あの要はダンボールもベニヤも身の回りにあふれる安価で手に入る工業製品なんですね、まあ、まあそうですよね、まあ、ダンボールとかって安いですよね、そうなんです、そうなんです、で簡単に手に入るんですけれども、それにちょっと手を加えることによって空間って劇的に変わるよっていうことを学生たちと一緒に体得したというか、あの体感したあの案件なんですけど、なるほどね、はい、先にだからダンボールっていうのがあったわけですか、があったんです、でおぼろげながらにお茶室も作りましょうという話もあって、じゃあどう作っていくかっていうことをこう一緒に考えて模型作ったり図面作ったりとかしながら、じゃあお茶室なったのが面白いですよね、でかいじゃないですか、そうね、はい、まあ、それがたまたまこう京都市の方というかあの、に引っ張っていただいて美術館でも展示させていただいたり、これそうなんですね、そうなんです、この写真はこれは京都近代美術館、そうですね、近代美術館、近代美術館多分入ったところですよね、そうです、そうです、はい、で、あと、そうですね、喫茶店の前ね、そうですよくご存知です、僕今あの喫茶店行くんですよ、あの近代美術館喫茶店だけ行くの、あ、これいいですよ、あの中もちゃんと見てください、中もあれなんですけどね、あの喫茶店いいんですよ、あの表にテラスがあって、はい、こんなこと言ったらあかんけどね、あのゆっくりできるんですよ、そうですね、はいはい、入場料いりませんし、いりませんね、そこまでは、うん、あこまでは、はい、はいはい、まあ、ということであのこれがあんねんけど、先にちょっと紹介しとこうか思うのは、はい、あのこの段ボールのこの茶室をもう一回作るって話があるんですね、そうなんですね、はい、あの4月の6日、はい、これちょっとご紹介していただけますか、そうですね、すいません、はいはい、僕持ってます、はい、これもまた、たまたまなんですけど、広島で僕あの学生時代いたんですけれども、その恩師から声がかかって、はい、上田草加流という広島でこう、まあ、ローカルなお茶の流派がありまして、はい、でまあ、その代表の方が、はい、なんかイベントをしたいと、はい、で面白いお茶室ないかっていうことで探されて、たまたまこうまた見つけていただいて、はい、すごい、でちょっとまあおしゃべりというかあの声もさせていただくんですけれども、要はその今ちょっと話したようなその、はい、
安価なというかもともと価値のなかったものがすごく価値を生み出すんだよっていうような話をさせてもらえたらなと思うんですけども、これは実際もう一回作るわけですか、広島で。もう一回作ります。はい、で段ボールともうベニヤで作って、そうなんです。でお茶まで立てます。お茶会をやる、やります。あ、すごいですね、はい、これすごいです ね、日にちが4月の6日、はい、これは場所はこれ どこですか、広島なんです。上田流のなんか中なんですね。そうですね、はい、でやるということですね、はい、なんか参加費1500円らしいですけど、そうですね、これ誰でも参加できるんですか。誰でも参加できます。あ、でもちょっとねこの放送が京都市内しか流れてないんで、そうですね、ちょっと遠方なのでちょっとあれですけども、ま、広島の方がもしねいらっしゃったら、ね、ぜひ一回問い合わせてきてください。建築の人が聞いてある可能性もありますからね。そうですね、はい、結構ねあの全国から聞いてられるんでね、この番組。ああのパソコンからですけど、あ YouTube とか、あの YouTube、ね、ストリームで聞いてられて、はい、でいろんなとこメール聞きますもんね、お便り、はいはい、あのぜひもし広島の方がいらっしゃったら、はい、あの橋口慎一郎さんの講演とお茶会があると、はい、ということで4月6日ですね、はい、土曜日ですね、14時15分から16時15分ということで、これ一応あれかな、問い合わせ先っていうのはちょっとファックスになってますけど、とメールですね、ですよね、はい、ファックス 082-271-5343 ということですね、はい、で一回調べてみてください。ええ、かけな、ぜひよろしくお願いします。申し訳ないです。はい。で橋口さんってあの、仕事の話を聞いたけど、はい、なんかご趣味で何かやってあるんですか。趣味ですか。趣味はね、海釣りを行きますね。釣りなんですか。はい。はあ、まあ毎週毎週というほどじゃないですけれども、はい、あの時間が取れるときには、うん、っていうのはね、その作品がいろいろ面白いんで、はい、どっからこの作風が来てるのかなと思ってたんだけどね。海でこう魚が食らいつくまでの間にこう、うん、ぼーっと考えてるんですね。あ、釣りしながら。そうなんです。降りてくるんですね、降りてくるんですよ、何かが。大阪ですよね。大阪で釣りに行かんですか。いやいや、あの三重の方、尾鷲の方に行ったり、福井に行ったり、鳥取行ったり、岡山行ったり、淡路行ったり、まあいろいろ行ってます。だいぶ行ってますね。いや全然もうその辺は違う、バカなと思ってますけど。獲物は何なんですか。獲物はね、そのやっぱりシーズンによって違うんですけど、やっぱり投げ釣りでキス釣ることもあれば、はいはい、あのグレとかね、冬場とかそういうのを狙ったり、はいはいはい、年に1回だけあの海に出て、はい、あのマダイを釣ったりだとか、はい、そういったものをします。いいなー、はい、ね、はい、ということは自分でさばいたり。もちろんもちろん、やっぱりそれはルールなので。なるほどね、ルールなんですか、はい、ルールです。釣り人の釣ったらさばいて食べると。 はい、あ、そういうこと。やっぱり自然のね、なんとなく自然の流れが作風にも入ってるかもわからないですよね。そうですね、僕の師匠も釣り好きだったんで。あ、そうなんですか。それもその影響もあるかもしれません、うん、はい、ね、今日はどうもあの橋口さんありがとうございました、はい、どうもありがとうございます、はい、それでは橋口さんのリクエスト曲に参りたいと思います、アンドレア・ボチェッリのコンテパルテーロです。
明日建設は人々の成長と幸せの創造に置き、確かな品質で応える優しさに包まれる住まいを日々探求してまいりました。建築って一度建てると50年ぐらい経ってるから長いお付き合いになるんですよね。だからホームテイラビは人柄で選ぶ時代、明日建設、富士にもおすすめですよ。私たちの思いで素晴らしい地域を想像してまいりましょう。想像してみてください。優しさに包まれたなら明日建設。匠のなんでもこーい。はい、このコーナーは建築のことなら疑問難問何でもビフォーアフターの匠藤兄がお答えしようというコーナーです。はい、お答えしましょう。はい、また恋愛問題や人生相談にも答えしちゃうかもということで、はい、はい、恋愛問題、先週来ましたけどね。来ましたね。はい、はい、めったに来ないですけどね。はい。でもお便り来てます。お便り来てますよ、はい、できます、はい、ありがとうございます。ラジオネーム三条小僧さんです。はい、いつもありがとうございます。もう非常に助かってますよね、はい、これね。本当にありがとうございます。はい、藤兄まりちゃんこんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。東日本大震災から、はい、早2年が過ぎました。そうですよ。そうです、今日ですね、はい、今日です、3月11日、はいはい、被災地の一日も早い復興を願ってやみません、はい、あ、被災地の被災地の一日も早い復興を願ってやみませんですね。はい、はい、そうですね。今日午前10時半、はい、携帯電話が今まで聞いたことない音で鳴り、はい、何事かと思って見たところ、はあ、京都市からの防災訓練メールでした。あ、そんな流れんの。これね、私の知り合いがフェイスブックでも同じこと言ってはりました。あ、そうなんや、はい、僕何もな来てへんねんけど、びっくりした言うて。私もなってないです。なんかあれなんやろうかね、僕ね、あのなんかセレクトされてんやろか、ね、相手から。いやいやいや、助けようと思う人だけ。あ、そんなことない、そんなことないけど、選ばれてへんやろ。多分私らが多分設定をしてないってことですね。設定をしてへんやね、きっとね、はい、はい、私が仕事をしているフロアには12名います、はい、12名、はい、はい、はい、この時携帯電話が鳴ったのは私ともう一人、2名だけでした。やっぱりそんな確率なんや、ね、僕全然ならへんかった。ほんまや、うん、うんうん、あ、そうか。携帯電話の設定などもあるでしょうが、はい、ともすれば人命に関わるメール。そうですよね、はい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 、こんなメールが来ないのが一番ですが、はい、もし来た時には着信拒否はしたくないものです。そうですよね、ということです、うん、あのやっぱりね、あの今日は東日本大震災をね、はい、あの話さないといけない日なんですよね。で、そうですね、でまあ、僕その10日が誕生日なんで、はい、もう忘れもしないというか、誕生日や言うたあくる日が震災やったんです。ですよね、うん、で私も震災やった次の日がお父さん誕生日やったんで覚えてます。でもやっぱり覚え出すんですよ、やっぱり誕生日のあくる日は震災やなということで、はい、まあ、あの陰ながらですけど、まあ、黙祷したりですね、時間になったら、はい、で、あの僕この日はね、はい、実はその去年竣工した家の下見に行ってたんです、はい、11日に、うん、でちょうどね枚方の市役所におったんですよ、はい、僕枚方の市役所 で、はいはい、でもちろん揺れもしませんしね、はい、でなんかねもうざわざわっとざわついたんです、はい、役所の中が、はい、で何のことじゃあらへんけど、なんか大地震が起きたっていう噂が市役所の中ですから流れて、はい、でまあ、僕はちょっと建築の調べもしてたんでね、はい、で何のことじゃろうと思ったら、分かりました、最初分からへんかったんですよ、はい、でだん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 ですね、はい、噂話が大きくなってくる。噂で、はい、あのその署員さんの、はい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 、そのなんかわわわってなってきて、はい、僕一生懸命調べてんやけどね、はい、それどころやなくなってきたわけですよ、みんな、はいはいはい、ザワザワザワなってきて、はい、で何や言ったら大津波が来たと、はい、でそのイメージできひんかったんですよ、大津波というもんがね、うん、で何やろうな思って、で、まあ、調べるだけ調べて、まあ、1時間以上かかりますからね、はい、事務所まで戻って、で家帰ってテレビ見てびっくりしたっていう、あ、こんなものなのかと、その津波っていうイメージがなかったんです、はい、僕にはね、はいはい、だからこんなものなのかということで、ね、地震は分からなかったですよね、あの感じなかったですけど、ね、あの結構でもちょいちょいね、ええ、クラッときてめまいかなと思う人がいっぱいいたんですね。ああ、なるほどね、まあ、だから京都も揺れてたのかな、揺れてました、揺れてました、ね、揺れたよね、私ちょっと自転車乗ってたんで、私も、うんうん、自転車の揺れてたらもう分からない、分からないよね、全然分からないです、うん、僕も多分枚方の市役所着く前で、はい、あの車乗ってたから分からないです、うん、でもこれはね本当ね、やっぱりあの2年経って、はい、あの映像でしか見てませんけれども、あのまだまだですね、まだまだ全然復興してない、あれ40年かかるって言ってはるけど、うん、あのそのはい、はい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 、でも、まあ、絶対もっともっとかかると思うわ、はいはいはい、うん、あのいやもう原発はね、うん、あのな40年で収まらへんじゃん、収まらへんと思う、ね、だってまだ何にもって言うてぐらいでしょ、ね、1個だけ1個だけなんかちょっとちょっと進んだぐらいじゃないですか、うん、処理仕掛けてるけど、あと3つはね、はい、中入れへんみたいなもんね、まだね、
いやこれねやっぱりねあのこの日をきっかけに我々もね、はいはい、そのまあ建築やってるもんですから、はい、やっぱりあの防災ということをね、はい、やっぱりあの声高々に叫ばなあかんと思うんですよ。であの、ね、やっぱり建物が流れていってのみたいな話ですよね、うんうんうん、であの残念ながらね、はい、その津波対策って建築はしてないものですから、はい、あの津波が来たらひとたまりもありません実は、はいはい、ですからまあまあ土木の範疇といえば土木の範疇なんですがね、はい、まあその建物が潰れるということよりも、はい、やっぱり人が助かるということが一番大事ですから、うん、やっぱりなんていうんですかこの日をあの境にねやっぱりちょっとしたその食べ物を備蓄しとくとか、はい、飲み物とかあの備蓄しとくとか、はいね、家族でその逃げる場所決めとくとか、ね、あとはちょっとね、うん、未だにねもう忘れてはるけど、はい、できることをね、はいはい、僕のためにもちょっとでも募金でもいいですし ね、 そうですね、はいはい、なんかしていけるようにちょっと思い出してもらえたらいいかなと思いますけど ね、はいはいねうん、だからなんかね、まあ、建築やってるとやっぱりあのシーンってすごい寂しいんです、はい、あのね今日なったらまた映るんですよ、うん、で僕はたまたまですけど、はい、東北で仕事したことはないので、はい、自分の設計したものが流れたわけではないんですが、はい、やっぱり誰かが設計してるんですよね。そうですよね。そう思うと、はい、あやっぱりなんかその悲しんでる建築家もいっぱいいるやろなと思ってね、うん、思いますし、うん、でやっぱりまあ建築もそうなんですけどやっぱり人命ですよ、ねはいうん、やっぱりいち早くもう逃げるとはい、いうことと、やっぱりちょっとずつ毎日ね、うん、そういうことに気をつけておくということで、はい、少しこう防災グッズとか揃えておくとか、そうですね、うん、大切ですね。そうそう、だから家のなんか、ね、水しかないわ。そうそう、いやいや、家の設計の中にもね、はい、例えば防災グッズはここに置きましょうっていうのは場所をね、はい、やっぱり当初新築の時から計画しといたりね。はい、ああなるほどね、うんうん、でそういうことですよ。家族が、はい、そんな2階のねロフトの上上げといたから、はい、取り逃げやから、うん、だから玄関のね持ってきやすいところ、玄関のどこどこか裏口の勝手口のとこに、はい、みんなでパッと持ってね逃げられるものをこう、はい、用意しとくとか ね、 そ う、 ですね。そういうやっぱり工夫っていうのがね、うん、この今日はやっぱり考えなあかんよね、うん、だからね、まあ、日頃はね毎日考えてるわけに我々いかないんで、はい、やっぱ今日は考えるというふうにしたいと思いますね。たくさんテレビもやってると思いますけど、はい、いい機会ですんで考えてみてください、はいはい、ということで、はい、このコーナーでは建築の相談を受け付けしております、はい、ファックス番号が 075-253-6901、はい、075-253-6901、 E メールの方が info@radiocafe.co.jp info@radiocafe.co.jp です、はい、またお便りもお待ちしておりますのでどしどしお送りください。そうですね、はい、お便りはね本当にねお待ちしております三条小僧さんは毎週送ってくれるんです、はい、けど他の方、はい、何してんのちょっとぐらい送ってよみたいなね、はい、ぜひ送ってください。今なら全部読めます。全部読めます、はいはい、それではもう今日はお別れの時間が参りました、はい、それではまた来週建築カフェでお会いしましょう。お相手は藤井こと藤村正嗣とアシスタント竹村まりでお送りいたしました。はい、それではまた来週さよなら。さよなら。この番組は伊賀那須田建築亀岡那須田建設の協力でお送りいたしました。